にちは、ゴッドハンド通信の関野でございます。今回は体をぐにゃぐにゃに柔らかくするセルフケアを紹介していきます。今日の動画はセルフケアシリーズになります。まあストレッチをねしてもね体が柔らかくならない、まあそんな人にやっていただきたいと思います。もしかしたらですよ、もしかしたらストレッチを頑張りすぎてるかもしれません。まあそもそもやってない人もいるかもしれないんですけど、まあ体が硬い人はストレッチをするのも大変ですよね。痛かったりしてね。でもね、その頑張りが実はダメです。まあやらないっていう頑張らなすぎもダメですけど、はい、まあ、詳しくは後ほど紹介していくんですけれども、体をね柔らかくしたい人は最後まで見て真似してみてください。まあ、そんなわけで今回は体をぐにゃぐにゃに柔らかくするセルフケアのスタートです。はい、まずですね、簡単に今回のセルフケア解説していきます。ストレッチをしても体が柔らかくならない人は頑張りすぎてるのかなって僕は思っています。まあ力が入っているとか緊張しているとか、まあそんな感じです。で、頑張りすぎていると力は入ったままなので結果としてね逆効果になっちゃうんですよ。で、今日紹介するのは楽な方に動いて脱力する、まあ柳のように体をゆらゆらさせて呼吸するだけです。まあ体を楽な方に動かすと自然と力が抜けてくるんです。で、結果として筋肉の柔軟性は回復して関節の動きが良くなって体が柔らかくなります。で、体が柔らかくなれば不調だって改善するし、スポーツなんかのパフォーマンス上がるし、日常動作だって動かしやすくなります。で、メリットはねたくさんありますので一緒にやっていただきたいと思います。それではやり方紹介していきます。はい、そしたらやり方紹介する前に、まあ動画見ながら一緒にやってみてください。今の体の状態ちょっとチェックしていきましょうか。一番わかりやすいのがこれですね。こうなんていうの、片足伸ばした状態で前に倒していく。で、これが一番わかりやすいしやりやすいと思うので、体も負荷ないのでちょっと今回これでやっていきたいと思います。まあ右足伸ばした状態でこう倒すと、まあ、こんな感じです。僕肘つかないです。肘つかない、はい、この状態がどう変わるか、ちょっと左も一緒にやっていきましょうか。左側、あ、こっちの方がきついかな。うん、でも肘つかないです。肘つかない状態にはなってますね。はい、これがどう変わるのかということを指標として見ていきます。はい、そしたらじゃあ実際にやり方を紹介していきましょう。右からやっていきます。まず体を少し前に倒してもらって、自分がどこが邪魔してというか突っ張って体が前に倒れないのか、なんとなく自分の感覚でいいです。例えば僕だったらこう前に倒した時にちょうどももの内側、この辺りがピンって張って、これ以上伸びたくないよみたいな感じになっております。まあその感覚なんとなくでいいので覚えておいてください。このピンと張ってる状態ね、ピンと今張ってる状態を覚えたまま、体を反対側楽な方向にちょっと動かしてください。楽な方向に動かしてくると、ここのピンって張ったのが緩んでると思うんですよ。まあ緩んでるから楽なんですけど、ね、ここの状態が楽な状態のところを探してください。それは自分で人それぞれです。例えば僕だったら今この状態が楽です。ここ全然ピンとのしないです。ピンってしないのでこの状態が楽なので、この状態で深呼吸を3回します。いきます。鼻から吸って、口から吐く、ふー、吸って吐く、ふー、でもう一回吸って吐きます、という形ですね。はい、で吸ったらさっきよりも体が前の方に倒れてます。はい、で倒れた状態からまた体を揺らしてみてください。揺らした状態で一番楽なポジションですね、楽なポジションを探します。で今私この状態が楽なので、もう一回3回深呼吸します。吸って吐く、で吸って吐く、でもう一回吸って吐きます。どうですか、深呼吸すると楽なポジションからさらに楽なポジションに行こうとしません？で僕の体もちょっとさっきより前に倒れてるでしょ。はい、こんな感じです。でまた体を揺らしながら楽なポジションを探してみてください。楽な楽なポジションを探していく、こんな感じで探して、一番楽なポジション来たらまた吸って吐く、で吸って
吐きます。で、吸って吐く。もう本当に体を脱力していくかの感じですね。脱力をしていく。で、また体を揺らしながら楽なポジションを探していく。楽なポジションを探してくると、今僕最初肘使ってなかったものが肘ついてるし、おでこだってこうつくような感じになってるんですよ。とにかく楽なポジションを探していくってことが大事です。このきついのを我慢して体を前に倒しても結局ここはきついままなんですよ。でも楽な方向に逃がしてあげて深呼吸をしてあげることで体はどんどん柔らかくなってくるし、力が抜けてる状態なんですよ。で、楽な楽なところを探していくっていうことで体はどんどん柔らかくなってきますので、ちょっと反対側で実践しましょうか。で、変わったの分かるでしょ。さっき肘使わなかったのが変わってるんですよ。こんな感じです。じゃあ左側行きますね。じゃあ左側どうなんだいってことなんですけども、まあ右のね作用がありますので肘はつくようになっておりますが、まだここがピンって張ってる状態です。右と同じようにちょうどこの辺りがすごく張ってる状態です。ここの張ってる状態をなんとなくでいいから覚えたまま、はい、ここのピンって張ったのがなくなる位置、なくなる位置を探します。やっぱり僕の場合はこの外側の方に、人によって全然違うと思うんで自分で探してください。ちょっと外側の方に行った状態ですね。で、ここで深呼吸です。で、僕喋りながらやってるんで効果は薄いですけど、本当に力抜いてください。力抜いた深呼吸です。でもポイントは本当に力を抜くです。脱力をする。でね、3回ぐらい行ったらまた楽なところ、一番楽なところ、ここのももの突っ張りがなくなる場所です。なくなる場所を探します。で、で、吐く、ふうってことを深呼吸3回やっていきます。大丈夫ですか？皆さんついてきてますか？深呼吸やってますか？はい、で、まだごめんなさいね、ちょっと時間の都合がありますので今日この辺にしますけど、最初より比べてだいぶ前に倒れてるでしょ。こんな感じでおでこだってつくようになっています。はい、まあこんな感じでですね、楽な方楽な方にね、体を逃がしてあげる、ストレッチとはちょっと違うかもしれないんですけれども、ストレッチの効果が爆上がりするやり方にはなりますので、ぜひ楽な方向に逃がしてあげて深呼吸をする。とにかく体を脱力していく、痛くないとかね、緊張している状態をなくしていく動きをしていければ体ってどんどん柔らかくなるので、ぜひ参考にしていただければと思います。アフター大丈夫だよね、分かったよね。最初倒れなかったら結構倒れてるでしょ。はい、ぜひ真似してやっていただきたいと思います。はい、そんなわけで今回は体を柔らかくするセルフケアを紹介していきました。体が硬い人はぜひ実践していただきたいと思います。はい、それでは今回は、動画以上になるんですけれども、今回の動画がね役に立ったなっていう方がいたら高評価ボタンを押していただきたいのと、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。リクエストあったらコメント欄書いていいですからね。はい、それでは今回の動画は以上になります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。